皆さんこんばんは、和道です。今日はですね、2018年、4月の2日、20時52分です。よろしくお願いします。ですね、皆さんご存知だと思うんですけれども、僕の友人というか、友人だね。僕の友人の、ロハコさんが、先月、お亡くなりになられたんですね。はい、こんばんは。で、ちょっとね、自分の方が、配信とかイベントとかでバタバタしていて、ちょっとロハコさんについて語る時間とか、ロハコさんのことを振り返る時間っていうのを設けたいと思っていたんだけど、なかなか設けられなかったんで、ちょっと、ロハコさんについて自分が考えてることを、皆さんと一緒にシェアして、なんかいろいろ考えていけたらなと思ってます。よろしくお願いします。釈迦おやすみ。ペコおやすみ。で、ロハコさんとの、まず出会いからなんだけど、僕がですね、バーあゆみというところ、歌舞伎町で、お店をさせていただいていた頃に、よくコメントニコ生で打ってくれてたのがロハコさんだったんですよ。で、柏木じゃねえや。石野っていうさ、配信者が一緒に生活してて、石野はホームレスで。で、もともとはね、石野のリスナーだったんだよ、ロハコさんは。で、たまたまね、俺のところも石野とコラボしてるから見てくれるようになって。で、暗黒放送って、横山みどりさんの放送で配信者デビューして、すごい人気になって。まあそっから知ってるよね。五社部事件とか、ヌマップとか。そう、もともとリスナーだったの。だからもう付き合い長くて。で、配信者としてもよく心霊配信とかコラボをしてたんだよね。ロアコさんがね、亡くなったの。おそらくなんだけど、心臓発作だね。もともと心臓の手術何回もしてたから。五社部でも関わってるっていうよりも、俺は五社部の前からって、1年も何年も前から、ロアコさんは知り合いっていう感覚なのよ。で、仲良かった配信者は俺かもみどりさんなんだよね。ロハコさんがよく、一番絡んでたの俺じゃないかな、わかんないけど。だと思うよ。で、ちょうどね、去年の捨て頃の、あれ？なんて言うんだっけ？セコンドやってくれたんだけど、今年も頼んでたんだけどね、その前に亡くなってしまって。で、俺が考えてることはさ、ロハコさん多分お墓ないんだよ。で、配信がすごく好きだったから、一個、ロハコさんの、リスナーさんとか、俺らだよね、が忘れないために、ちょっと、振り返られる動画っていうのを、ロハコさんのために作りたいなっていうふうに考えてるんですよ。一本の動画。ロハコさんに会いたいなって思った時に、ロハコさんに会えるっていう。お墓参りっつってもさ、そういうことじゃん、お墓参りって。俺はそういうもんだと思うの。別に墓、石が重要なわけじゃなくて、ロハコさんのことを忘れないためにお墓参り行ってたわけじゃん。昔は動画っていうのがなかったから。だからちょっとロハコさんのことをみんながさ、思い出した時に見れる動画っていうのを作りたくて。それは YouTube に上げるんだけど、広告外して、利益とか関係なく、みんなでシェアできる動画っていうのを作りたいと思ってるのね。で、ロハコさんの写真とかを募集します。そうしたらさ、ロハコさんも配信大好きだったから、ちょっと喜ぶのかなとか思ってて、それがロハコさんにできる恩返しかなと思ってるんで。で、ロハコさんのさ、いい写真とかあったら、ぜひ、僕の方にください。そうそう、思い出すことが重要だと思うから、動画を作ろうと思ってるんですよ。ちょっとそれでね、どれくらいの尺でどれくらいの動画を作るのかっていうのをちょっと考えてるんだけど、どうしようかな。写真はいっぱいあるんですよ、僕自身が。ロハコさんの写真はもう腐るほど持ってるけど、ちょっと振り返ろうか。ロハコさんの写真、ちょっと待ってね。
アルバム作ろう。ロハコっていうアルバムを今作りますね。ちょっと待ってね。なんか写真とか持ってる？ロハコさんの。ちょっと待って、ロハコさんの写真を全部今まとめるわ。持ってるやつ。それでピックアップしてこう。ロハコ。どうしよう。番組のタイトル何がいいかな？番組のタイトルっつうか、その動画のタイトル。追悼ロハコとかでいいのかな？なんかいいタイトル思い浮かばない？リップロハコとかの方がいいのかな？ロハコさんがまさかね、急に亡くなるとは思わなかったよ、本当に。まあみんなもびっくりしてると思うけど。どうすっかな。なんかいいタイトルあったらアイデア欲しいっすね。ロハコさんの。あ、ありがとうございます。花火ありがとうございます。いいっすよ、この番組は。アイテム大丈夫っすよ。ロハコさんで、あれなんでね、お金、ネタでお金儲けたっていうのあれなんで、この放送はアイテム禁止にしようか。ありがとうございます。ロハコさんの写真をまとめよう。みんなにも見せるからちょっと待ってね。全部まとめるわ。動画でさ、この部分は差し込んでもらいたいっていう映像とかある？この映像は、ロハコさんの動画に入れてよっていう映像ある？いやー、俺もね、なんかここでね、和道さん、僕は生きてますよ。なんで死んだことになってるんですか？ってコメント書きそうなんだよね。なんかね、ここで、あ、辛くさんどうも。ここでさ、なんかポロッと普通にコメント書きそうな気がするよ、本当に。なんか死んだ実感がね、なんか、で、が1年ぐらい絡めてなかったからね、ずっと電話とメールはやりとりしてたんだけど、最近ワトさん遊んでくれないですね、つって。で、ちょうどね、ステゴロ前に、心霊配信、ステゴロ前か後に行こうって言ってたんだよ。のんちゃん車出してくれるって言ってさ。ありがとう、ロハコさん、追悼。ありがとう、ロハコさんにする？ゴシャブとヌマップは外せないんだよね。そうなんだよね。まあ、ゴシャブは、まあまあ、それはまあ、必要か、やっぱり。そうなるよね。まあ、ヌマップの超会議で歌ってる歌いいよね。あれバックミュージックにしようか。ロハコさんの歌。ヌマップの歌バックミュージックで OK？ それがいいんじゃない？ちょっと待ってね。ヌマップの、これダウンロードして歌にしようか。やるか、これ。これ歌でいいのかな。ちょっと待ってね。ワンちゃんはね、もうずっとこのメンバーの中で、働いてる、唯一働いてる人ですね。なんで、その、コンサートね、の。俗に言う江戸川橋のマロンと言われてます。よろしくお願いします。これ。これバックミュージックにする？ ーの服スーパー無職で今私の願い事笑うっしょ。これがいいか。つけてください。この大空に翼を広げ飛んで行きたいよ。
バタハタメマテ行きたい行きたい。子供の時夢に見たこと子供の時楽しみの愛自由な空へ翼食べかせ心の空に翼を広げ飛んで行きたいよ悲しみの愛自由な空へ翼食べかせ行きたいこれでいっか。これ最初はさ、なんかこうリップロハコみたいなさ、しんみりした感じでこう入っていって、でまあ写真のスライドショーとかさ、ロハコさんしんみりした空気で、でゆっくりフェードインしていきながら、このボリュームが壮大な感じになって、うわーって大音量でゴシャブとか、あのヌマップとかいろいろ差し込んでこうか。いや、これは面白いね。ありがとうございました。これでいこうか。これちょっと使わせていただこうか、じゃあ、うん、そうします。そうしようか。じゃあ写真の選定しようね。ロハコさんの写真ちょっと選んでいくわ。ロハコさん、ロハコさんの写真選んでいくね。ちょっと時間かかるよ。尺どれくらいでいこうか。あんまり長い動画もね、別にいらないもんね、そこまで長いのは。どれくらいの尺で撮るのがいいんだろうな。5分ぐらい、5分ぐらいかな。どれくらいだろう。あ、出てきた、ロハコさん。ロハコさんの写真いっぱいあるよ。なんかリスナーさんでもなんかいい写真持ってたりしたら、写真ください。DM で。電通の名刺は訴えられるからやだ。あ、それ、あれしようよ。ロハコ伝説って言って、まとめようよ。初めて見る人も昔の伝説知らないから、爪楊枝で、人を暗殺できるっていうのと、なんだっけ、空手六段だっけ空手六段、柔道2級、元電通社員、ヤクザの射程、元自衛隊員、霊能力者、あ、何やったっけな、もう不可視が多すぎて。あとね、何気にね、知らない人多いんだけど、前科9犯ぐらいなんだよね、ロハコさんって。極悪人なんだよね。あと何やったかな、ロハコさん伝説。その辺まとめてもいいかもしんないよね。なんか、それ、あと、もし知ってるのあったら教えて。それは文字でテロップでさ、まとめようよ。そうだね、ロハコさんの動画、まあ、こういう男がいたっていうさ、動画作りましょう。何があったっけ、ロハコさん。ロハコさん、何があったかな。全然、なんか、こう、ゆっくり思い出そう。過去の動画見ながら。ロハコさんのな、番組残ってねえかな。
昔のね、サーバーにはあったんだよね、YouTube の。全部消しちゃったんだよね。だから仲いいのかって。いや、それは後から知ったんだよ。あと、ロハコ丼とかも写真あるからね。ロハコ丼の写真も後であげるよ。ちょっと待って、全部ロハコさんの動画今、動画っつうか写真まとめるわ、とりあえずまだ。いっぱいあるから。ロハコさんの写真をひとまとめにしよう。ちょっと待って、アルバム作るね。ロハコアルバム。ロハコアルバム。ロハコさんの写真腐るほどあるよ。いっぱいあるね。伝説多いよ。配信以外の知り合いは亡くなったことを知ってるのかな？配信以外の知り合いほとんどいない。嬉しいか悲しいかは別として、俺らどっぷり配信だから、いないです。そんな人は存在しません。俺もね、のんちゃん以外そうだけど。そんなもんよ、俺らは。俺らはそういう生き方してる、あれだから。だからこそ、なんかこう、ロハコさんの形に残るものを作りたいのね。なんか実感湧かねえな、マジで。いっぱいあるわ、写真。でも写真撮っといてよかったわ、ほんと。追悼コメントとか？それ取材しに行く？それいいアイディアだね。ロハコさんの、知り合いだった人に、動画、ちょっと出演してくださいって、やるか。それいいアイディアだね。それいいね。それいいかもしれないね。一言。それいいかもな。ありかもね。いいアイディアだわ。みどりさんとかね。付き合わないなら別にそれでいいけど。出た、ロハコ丼出た、出た。ロハコ丼出たね。写真がいっぱい集まるな。ちょっと待ってね、今スライドショーで見せるから。いっぱい出てくるよ、ロハコさんの動画。動画じゃない、写真。まあ、なんとか5分に収めるよ。歌でちょうど収める感じでいいと思うよ。亡くなられた原因はおそらくなんですけど、心臓発作っすね。最近バイパス手術やったばっかりで、体調悪かったんで、毎回救急車は心臓系だったんで、まあ、それも後で写真見せながら説明しますよ。まあ、これはやばいわっていう。そう。まあね、体にね、全然気を使ってなかったからね、本人気をつけてるつもりだったんだけど、心臓発作だと思います。そうだね、前日にね、ロハコ丼ね。その前に食べたロハコ丼の写真が出てきたから、今見せるよ。もうないかな、ロハコさんとの絡みの前だから、これで最後かな。ちょっと待ってね。そうだね、この頃はリスナーだからないか、絡みは。だからなんだかんだ2、3年の付き合いなのか。リスナーも含めると3年。配信者としては2年だね。気持ちの整理が実感がないよ、正直言うと。全然普通に連絡取り合ってたから、
急に連絡つかなくなって、減らってんのかなと思ったら、まあ、てんやわんやで、で、忙しくて、なんか、やっとロハコさんのこと振り返る時間ができたって感じだね。リップってどうやって、RIP だっけ？追悼って。RIP だっけ？ RIP だっけ？リップで合ってる？じゃあ今写真見せますよ。先月かな？先月の、おそらく10日あたりだと思うんだけど、まあ写真のアルバムができたんで、これがロハコさんね。で、これ面白いんだけど、ちょっと待ってね。ワルドさん、ここ前住んでた人のシミがついてるんですね。これ霊ですねって言ってたんだけど、明らかにロハコさんが原因なの。僕、なんか、これは悪霊が取り付いてて、ここにね、前住んでた人の霊が、つってるけど、明らかにロハコさんの頭の油なの。面白いでしょ。お前じゃやって言う。そうそう、これがロハコ丼。アーさん、僕は糖尿なので体に気を使ってるんですね。サラダ食べないとダメなんです、つってマカロニなの。丼一杯のマカロニサラダ、揚げシューマイ、イカリング。で、この下になんか入ってたな。で、で、マイルドコーヒーっていうガリガリに甘ったるいコーヒー飲んで、紙パック1個。これが、糖尿病患者、糖尿病患者の食事。これ死ぬわっていう。これで本人は体に気をつけてるつもりなんだよ、これ。この量食うから。アジフライだ、アジフライ思い出した。アジフライ、イカリング、揚げシューマイ、体に気を使ったマカロニサラダ大盛り。すごいでしょ。いや、天才でしょ。で、これを食らうと。すごいよな。破天荒すぎるよね。で、あと、これ好きだったな。LA っていうロサンゼルスのラッパーみたいな。 このファッションいいでしょ。真冬の時はロサンゼルスパーカー2つ持ってるんだけど、なんかヒップホップみたいな格好すんのね、ロハコさんって。もちろんシャツはイン。仕上がってるな、ロハコさん。 なぜか首が浮いてるんだよ、毎回。で、壁に頭をこすりつけて、で、壁にシミができる原因を激写したんだけど、浮いてるんだよね。なぜか。この寝方をするの。枕いらないの、ロハコさんって。そうなんだよ。ここ浮いてるんだよね。で、この壁の原因は本人は気づいてなくて、霊の仕業だって言い続けるの。それをいじるのが俺結構好きで、壁が大変なことになってんのよ。ワドさん、これは霊ですって言って、お前じゃと思って。お前じゃ原因は。そういうのがすげえ面白かったんだよ。壁こんなことになっちゃってるから。いや、面白い人だったよ。で、意外とね、知られてないのは、まあ、心霊配信の時笑顔なんだよね。やっぱ普段と違くて。すっごい楽しそうに心霊。もうお化け大好きだから。もう、キャッキャキャッキャ言うのよ。心霊配信連れてくと。もうこの笑顔だよ。もうお化け大好きだからね。なんか映ってるし、ここ。なんでこんな霊が好きなんだろうね。霊の話してる時が一番幸せそうだったよね。心霊スポット行くともう嬉しそうにしてんの、ずーっと。もうニッコニコなのよ。そう。お化け大好きなの。で、ここに映ってる、あそこに映ってるってもうすごいのよ。よく行ったね。4回ぐらい行ったかな、心霊配信。すごかったよ、もう。で、あとお台場行きたいっつって、お台場行ったな。お台場の時は、
まあそんなに笑顔が そんなに嬉しそうじゃない だから例の時はもうすごいから 満面の笑みだから 嬉しくて嬉しくてしょうがない ねえ、でドヤ顔で霊を語るロハコさんだよこれくらいの大きさの守護霊がいるっていう、ロハコさんこれくらいでかいから、ロハコさん小さい人だと思ってたの俺、めちゃめちゃでかいからロハコさんの方が前に立ってるのにこの大きさだかんね。身長どれくらい、猫めちゃめちゃ猫背だったけど、多分ドレさんより身長でかいんだよな。めちゃめちゃでかいかんな。まあね、佐田さんもいるから、もっとでかい人いるからあれだけど、ロハコさん大きい人だったよ。いや すっごいでかいんだよ。だからあの匠さんっていう俺のマネージャーさんがいるんだけど、あの毎回2人で車で笑ってたね。でかいなーって言って、ロハコさんやっぱでかいって、回転寿司食べたいって言って一緒に行った時だね。めちゃめちゃでかいよロハコさん、あこの写真好きなんだ子供かっていうジベタリアンだからね。あの足が悪くて、あのずっとしゃがみ込むのが癖で、子供だよね。いくつだったんだろう、50いくつだったんだろうな。だから自販機とかもこのサイズ感だよすごいでしょ、めちゃくちゃでかいの分かるでしょ。だから俺もキャラクター的にめちゃめちゃ小柄だと思ってたんだけど、なんかすげえでかいから笑うんだよね。なんか顔立ち的には小柄なおっさんって感じするよね。でかいんだよな、ロハコさん。やっぱみんなのイメージも小柄でしょ、あ、これガチの心霊写真のやつだ。これね、こことね、すごいいっぱい写ってんだよこれ。心霊が。あの、富士の樹海行った時だね。ここにバッチリ写ってんだよね、確か。はい、ワード2。見てみようか。ほら、ここ。もう大喜びだったよ、ロハコさん。どこに映ってたっけな。すごかったんだよな、これ。どっかにね、映りまくってた記憶がある、これ。あとは、まあ、去年セコンドしてるロハコさんだね。どんな動画の構成にしようかな。まあ、テーマソングは決まったでしょ。これが多分野良猫なんだよね。俺、あの、弾丸塾に出てる野良猫さんってあのメイクしてる人いるじゃん。あれ、これの、これ違うか。これ野良猫じゃないか。これあれだ。ユナンポンか。そう。いろんな写真が残ってますね。あ、こういう写真もね、スライドショーで出そうよ。これいい写真だな、ほんと。仕上がってるよね。見たかったな、ほんとに。あとロハコ丼は必ずこれあげないとね。これはこれ有名だもんね、ロハコ丼。これね、回転はどうやってんだ、これが。ここか、これがロハコ丼だね。あー、そうなんだ。暗黒方面のツイートは上がってるんだ。よかったよかった。なんかちょっと
追悼動画を作ろうかなと思っていて、いい顔だなこれ、目がキラキラしてて子供みたいな人だったね。なんで心霊スポットに行ってこの笑顔なんだろうな。すげえ好きだったもんな。あ、ロハコさんの嘘を思い出した。資産500億で、新宿に巨大な駐車場2階建てビルクラスで、新宿のお滝橋通りの奥に、2000台の駐車スペースがあるのと、そうだ。思い出した。ないよ、ロハコさん。最後まであるって突っぱねてたからね。そういうね、ロハコ伝説も文字で、テロップで出そうね。いや、こう考えるとすごい人だったな。誰も写真持ってないか、やっぱり。ロハコさんの工業録作っておきたい。工業録、原稿録。うん。なんか、まとめたいな。まとめたい。まあ、大体だから5分ぐらいの尺でいいと思うんだよな。リップ、レストインピースって言うんだ。安らかに眠れって意味なんだ。レストインピース。ありがとう。レストインピースね。あれ？腹減ったな。のんちゃん、ご飯食べたくない？お腹空いてない？まだ。
いや、まあ、普通にのりこ飯食べたいなと思ってんだけど。なんか作ってくんない？のんちゃん眠く ずっと寝てたじゃねえかよ、お前。どんだけ寝るんじゃ。じゃあ、まあいいや。ロハコ伝説なんかないかな。ロハコ伝説。のんちゃん飯美味しいよ、のりこ飯美味しい。やっぱ好きな人に作ってもらうね、家族に作ってもらうご飯が一番美味しいよ。ありがとう風船。どうしようかな、追悼の音楽。追悼の音楽どんな感じでスタートしようかな。リップロハコ、プロ箱、考えないとね。どうしようかな。まあ作り始めるか、じゃあせっかくだから。ねえ、悲しいっすよね。もしロハコさんのリスナーさんで、ロハコさんの追悼動画作ろうと思ってるんで。もしよかったら写真とか動画とかなんか思い出の素材とかあったら提供していただけると嬉しいですね。なんか多分お墓ないんで、ロハコさん。墓作りましょう、みんなで一緒に。ロハコさんのお墓作りましょう。のんちゃん、飲み物って何もないんだっけ？なんか飲み物いる？買ってくるよ、じゃあ。のんちゃん大丈夫。ジュース買ってこよう。ロハコさんの追悼動画、他どんな感じで作ってんのか見てみようか。ロハコさん追悼。ロハコ。ロハコ。あ、ロハコさんありがとうって動画ある。見てみる？ロハコさんね、わかんない。一応親戚のおばさんだったっけな？何だったっけな？なんか一人いるんだけどね。多分、ないと思う。これ、ロハコさんありがとうって動画、ちょっと流しますね。ちょっと俺、ジュース買いに行ってくるから流してていい？これ。これ流しておこう。ちょっと待ってね。他人だよね、多分ね。おばさんって言ってたけど他人だよね。ちょっと俺、ジュース買いに行ってくるわ。ひどいこと言うな。今ね、なんかね、もう来ちゃってんだよ。
僕は来ていいとも言ってないのにさ、またね、あの、また後で連絡するわっつったら、なんか来ちゃってさ、いや、外にいるんだよ。あの、なんか。あれはね、血のつながったお嬢さんじゃないです。要は、娘みたいに可愛がってるって意味ですね。どんな人か見てない。それはね、あの、そういう存在の人がいるのは知ってる。ニコ生主だよ。行動力が半端ない。電話出ないのよ。もしもし。あ、すいません。あ、僕ですけど、はい、今どちらに、ま、いらっしゃいます？今、トイレのあるこうタクシー乗り場の前の高くするところ。雨降ってます。あ、雨降ってます。じゃあ駅の中に行ってもらっていいですか？今から行く感じで。本社何もいないの？駅の中、うん、はい、駅の中ってことはホームの中ですか？いや、あのホームじゃなくて、要は駅の改札口の手前に、ああ、はい、そうですね。どんな格好でいるの？どんな格好？格好ロハコです。じゃあ格好だよ、ロハコっていうのはいいね。格好迷彩のズボン履いてます。迷彩のズボン、上は、上は白い T シャツ。上は白い T シャツに迷彩のズボン。はい、あとナップサックしょってんだ。うん、はい、じゃあ、あの、行きますね。何歳？ちなみに、はい、いくつ？もしもし。はい、おいくつですか？50です。あ、まあいいや、とりあえずあの、行きます。あ、僕てっきり年下のなんか21歳ぐらいの人かと思ってたけど、50歳か。あ、どうもです。すいません。あ、こちらへどうぞ、こちらへどうぞ。はいはいはい、はい、あ、どうもお疲れ様です。あ、わざわざすいません、遠くまで。いえいえ、はい、江戸川バスなんで、はい、向こうから来ると、はい、どこから来た？江戸川バスです。江戸川バス、はい、地下鉄有楽町線の、はい、で、はい、江戸川橋から一つ目が飯田橋で、はいはい、飯田橋が、総武線なので。あ、なるほど。で、来るのに、向こうから来るには23時は2本しかない。あ、そうなんですか。で、調べてみたらこっちは24時まであるんですよ。あ、24時、こっちから東京行く方は電車がいっぱい戻るらしくて、はいはい、あって、うん、まあ、ちょっとこんなところになんなんで。僕、全然地理わかんないので。え？なんかね、ガストがあるとか、タクシーのおっちゃんが言ってたんですね。ああ、はい。なんだけど、交番に聞いたのは、タバコ吸うとこどこですかって。タバコ、タバコ。そしたら、あそこだった、うん。あ、そこしかなかった。そうだった。じゃあ、とりあえず、名前何にしますか？あ、ロハコでいいです。ロハコさん。ロハコ。はい、ロハコさんね。じゃあ、ちょっといろいろそういう職歴とか聞くから、じゃあ、ちょっとロハコさんね。はじめまして、こんにちは。こんばんは。こんばんは。よし。じゃあ、ちょっとね、面談の方ね、はい、していきたいと思います。タバコ？あ、いいですよな、タバコ。はい。タバコ1日何本すんの？あー、これデビューした時だ。タイマ。40箱？ 40 本？1箱に20本入ってます。40本するよね。はい。40本 100% ではないですけど。懐かしいね。約40本。あー、なるほど。まあ、タバコ吸わないと落ち着かない。そうですね。緊張してる、初めて。あ、そうか、そうか。まあ、デビューした時だ。うん、やめなさいよってどういうこと？はい。ちなみに暗黒放送はどんぐらい前か？まず、最初、みどりさんの枠を見てなかったんですね。うん。野田さんの枠を。あ、野田通り。その後、あの件があって。あの件。言っちゃえばいいじゃん。いや、いいよ、言って。あの、女の子。ああ、うきょし？うん。で、泣いてる枠を見て、うん、で、その後、みどりさんの放送を見て、ああ、うちリポ OK だよ、全然。了解了解。ついてったんですね。うん。したら、偶然、
韓国放送に入って、あ、 そうなんだ。それで今はコミュ参加してロハコっているんですけど、はいはいはい、はい、プレミアム会ね、はい、へえ、プレミアムなんだ。プレミアムで、その上うん、横山さんの1000いくらに入ってる、先発か、え、会員なの、え、先発会員だから見れば、え、僕のロハコカマキリのマークが入ってる。あ、先発会員なんだ、はい、そうだ、昨日ロハコさん最初カマキリのマークだったの、思い出した、サムネね、カマキリのサムネだったんだ、そうだ、思い出した、はい、あ、 ありがとうね、そうだそうだ、でもそれだけの価値はあるかな、あ、それだけの価値があると思って、はい、アポしたのはもっと前なので、そうすると今度タイムシフトが見れるよね、みどりさんのこと大好きやったな、ニコ動に上げてるのしかプレミアムでは見れないので、そっか、はい、とりあえずね、ちょっと野田のことがもう好きだったので、じゃあ一回野田に電話して今からちょっと来ていいかどうか聞いてみる、野田の会ったことある、場面ではあります。あ、実際はない。あ、実際はないんですよ。聞いてみるよ。もう電波は出たんですか。で、昨日かなんかの予算の。あ、もしもし。何ですか。あ、今大丈夫？はい。今さ、なんか野田通りのファンっていうね。そう、はい、韓国放送見てる？見てないです。今忙しいですけど。あ、今から遊びに行っていい？今から俺に来るんですか？うん、野田が好きっていう子がいて。俺に来るんですか？俺に来ないとダメなんですか？うん、だって野田が好きなんだって。今まで地球上で何体の生命体が死んでるかを考えると、一、うん、つの域に50体はすごく少ない。うん、青木ヶ原が多いのは。あんだけ緑が多いし、うん、とか、行くとどうせ迷っちゃう、うん、あれ磁石のせいにしていけど、そうじゃない、わざと曲がんないようにちゃんと紐でまっすぐこう奥に行こうとわざとしてるさ、うん、あれは U ターンしないとね、うん、だと思う、嘘ついてる時の顔で、ダサいじゃん誘導されて、このトーンとこの顔は嘘ついてる時の顔で、もしもし、もしもし。あ、起きてた？あ、放送見てました。あ、ほんと？とりあえずね、ロハコさんが、マリニアンの方とタイプなんだって。うん、どう？ちょっと、彼氏に。そんなこと知らないでしょ。いや、18歳で、おっぱいがでかい子が好きなんだ。50歳のおじさんなので、うん、別に。あのね、おっぱいでかいの、これほんと。あのね、峯岸富士子が大好きの。峯岸富士子、合わせてくれ合わせてくれってずっと言ってて、富士子ちゃんから NG が出てた。どう？どうって何ですか？彼氏に。ん？僕はおじさんなので、うん。そしてたのはですか？ここを漏れるって。自転車で挟まる。どこ書いてある、うん、ここです、あそこね、こっちか、うん、様子はね、じゃあロハコさんのぶつかり方が異常だったんだよ、本当に。え、見たの？はい、ぶつかってる場所がそのもうマーメイドスタイル、やばいんですよ、あれは。で、マーメイドスタイル、なんかコンちゃん、コンちゃん、コンちゃんって人が、俺が寝てる時にいきなり、バーンと入ってきて、すいません、大変だから来てくださいって言われて、行ったらもう立てなくて、もうなんて言うんですかね、転換症状がもう出てたんですよ。転換が出たの？はい。転換は、はい。あ、これ、あばら折った時だ。あとどこに、うん、あと、こっち側、こっち側。あばら折れてんだよね、これ。どこ？これに並行した。これに並行した。いや、未だに信じられない、俺も。あ、大丈夫？大丈夫？大丈夫？入ってくる？うん。ありがとうございます。映ってる？こっち、暗黒の方、ちゃんと。沼ってね。ただいま、僕たち、沼ップのことで。そう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 。
さりげなくいるんだけど、被害者が。何お前さらっといるんだよ。そうだ。さらっとこいついるんだけど。柏木くんですよ。世間をたくさんお騒がせし、さらっといるわ。ご心配、ご迷惑をおかけしまし、しています。このままだとスマップが空中分解になるかもしれないと思い、ロハコさんのおかげでジャニーさんに謝る機会を与えてもらって、僕たちは今ここに立ててます。僕たちはスマップのことをどうかこれからもよろしくお願いします。これから前を向いて後ろを振り向かずに進んでいきます。どうも。すいませんでした。すごいね。せーの。せーの。せーの。かわいい。だから買い取るってどういうことだよ。3000円で買い取る。1人頭1、2、3、4、5人で。3000円で買い取る。この1人頭さん買収されたんだよ。もうな、もう完全に俺がちゃんと、いるいる、何人もいる。真面目にやるってだから、真面目に売り出す、真面目にプロデュースで売り出すってことだった。確定だね。そうそうそう。知ってください。知って、いやもうあのね、簡単に言うと、ロハコさんの家行ったことある人が知ってんだけど、もうガバガバで鍵かけない人の、ロハコさん足悪いし、歩くのが苦手だったから鍵開けっぱなの。だからみんな勝手に入るっていうのがもう習慣化してたの、俺らは。で、俺がおかしいと思ったのが、捨て頃で6月の2日にメール送って帰ってこなかったの。で、たまに減らったりするから、まあまあいいやと思って、まあ1週間前にもう一回連絡し入れようと思ってたのね。でも、6月の6日ぐらいに、ロハコさんの、親しいリスナーさんから連絡が来て、死んだと。で、誰だったっけな、女の子がね、ロハコさんの家に行って号泣する配信をして一気に広がったの。どういうことかっていうと、ロハコさんの家に鍵がかかってたの。で、まずその前にあれだ、ポンちゃんが病院に行ったんだ。で、病院に誰もいなかったってなってたけど、その病院は間違えてたのね。でも、家に鍵がかかってるからおかしいってなったんだけど、簡単に言うと、その女の子が、ロハコさん、この家ですよね、そうだよって言って。で、最近なんかありましたって言ったら、救急車で運ばれたっていう証言が取れたの。で、最終的な確認は、野田総理が、管理会社に電話したの。家の保証人会社みたいなところ。そしたら警察からもう亡くなったっていう風に連絡がありますよっていう風に連絡来てるから、もう完全にお亡くなりになってますよ、状況的に。っていうと、まあ僕が出た、家がなくて、うん、で出た。ちょっと待って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 、超懐かしいんだけど、これ事件の始まりじゃん。この動画残ってたんだまだ。これ3日前ぐらいだよ、ゴシャブ事件の。こっからすごいことになるんだよ。超懐かしい。これスルーされるんだよね。配信載せてたんですよ。うん、で、そしたら、止めていいよと。懐かしい。言ってくれた人がいまして、はい。で、その人はロハコさんです。はい。で、それで僕は、12月20日から、お世話になりまして、うん、で、そっから、まあ、12月は何もなかったんですけども。ちなみに、ロハコさんと柏木繋いだの俺だかんね。その時の写真もあるよ。こいつには本当ひっかき回されたよ。
1月になって4回目にしゃぶられた日だったんですよ。4しゃぶ？ちなみに何しゃぶされたの？えっ、ー、と、ちょっと待って、5しゃぶです。5しゃぶね。実際、だから言った通り、うん、僕は止めたけど、そんなことしてないし、止めてあげて、嘘つきのか。嘘つきのか。なんでこんなことされるの？ああ、逆に、嘘つきがいる、嘘つき。そうそうそう。嘘つくときこの顔するから。出た。ご飯なのって。黙れよ、黙れよ、黙れよ。ご飯の。うるせえよ、ハゲ。うるさいじゃねえよ。なんだよ、この野郎。なんだよ、この野郎。なんだよ、この野郎。おさえよ。ちょうどいいよ。ちょうどいいよ。ちょうどいいよ、この野郎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 。ロハコさん、ロハコさん、みんな知ってるよ。ロハさん知ってるよ。お前が知らねえバンバン。リスナーに聞いてみろよ。ロハコさんのことは興味ないじゃん。第一見ないもん。あ、これきっかけだったんだ。全員ニートだから。この日はすごかったよね。燃えてみた日本代表です。あの今日は熱く会場させていただきたいと思います。緑さんが回してたの枠を。会場熱く待ってください。お願いします。いやーすごかったよな。ごしゃぶだって俺エゴサーチかけた時に笑ったのが、あれってごしゃぶって冬の12月だったんだよ確か。で3日4日続いたんだよ。もうあのみんなさあれしか見てない人じゃん動画勢は。だけどリアルタイムで見てた人は知ってるけど、4日間か5日間もうぶっ通しだったの、ごしゃぶ事件って。でもう四方八方でなんかみんな解説枠とかもうすごかったのよ。だから寝れなくて、エゴサーチかけたら大学生があの受験寝坊したっつって2人落ちてるんだよね。本当にへこんでたもん、その大学生。ごしゃぶが面白すぎて僕大学受験行かなかったっつって、やばいっていうやつが2人現れたけど、でもあれは見逃せないよね。ライブで見てた4日間ぐらいだよね、確か。すごかったよね。あれは面白かったよ。レコーダーで、俺目の前で嘘つかれたんだよ。和藤さん、僕は柏木君にあんなことしてない。なんでこんなことをされないといけないんですかっていう言い訳を聞きながら目の前でだよ、配信外で。俺暗黒聞いてたの、イヤホンで。ああそうなんだろう、ロハコさんって言いながらイヤホンの中から、柏木くん気持ちいいでしょ、チュパチュパ、ここでしょ、チュパチュパっていうイヤホンで聞きながら俺目の前で嘘つかれてんだよ。なんで柏木くんはこんなこと嘘をつくんだろう、ワドさん裏切りですよとか言いながら、うわ俺目の前の人に嘘つかれてると思ってすげえ笑ったもん。あれはすごい衝撃だったよ本当。結局死因は心臓発作だね。ちょっと目が何撮ってもらっていいですか。なんか似てるアニメの、なんか似てる。ちょっとすごい笑い。ダブル。ダブルダブルダブル。ダブルダブルダブル。寝つけた、壊れた。ちゃんと書いてんじゃん。いや、何じゃねえ、何じゃねえ。勘弁してよ、大丈夫だよな。リアルにやるの？いや心臓発作突然じゃないよ。あのロハコさんはもう出会った頃から糖尿病の血糖値が5000とかだっけな、なんかとんでもない値なんだよ。で心臓のバイパス手術も受けてたし、もう転換も持ってたし、もういつ死んでもおかしくなかったんだよ。
もう出会った頃からずっとそうだよ。だから、本当急じゃないの。心臓手術したばっかりで、そう。もう、ロハコリスナーみんな知ってるの。じゃあ、沢さんがつけたら俺もつけるよ。じゃあ、洗って。ちょっと待って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 。ゴシャブの動画があんの？俺、音しか知らないんだけど。違うよ。ゴシャブは、柏木の IC レコーダーだよ。動画はないはず。IC レコーダーの音。つけるの？つけるの、佐賀さん。じゃあ、洗っててよ。いや、そうじゃない、そうじゃない。そうそうそう。結構有名。唇の下に入れる。いや、本当によく生きてるなってレベルの。じゃあ、洗ってよ。嘘よ。あ、そういうのもあるんだ。ただね、ちょっと解説を入れるとあれなんだけど、ゴシャブ事件の後すごかったらしくて、和田さんバブルですよ、僕の家に男の子がいっぱい来るんですっつって聞いたらもう70シャブなんだよ。呆れるでしょ。もう出会い中とかしてゴシャブでもう日本一有名なゲイになっちゃったから、リスナーさんがロハコさんの家にしゃぶられに来んのよ。だからもうすごかったんだよ。まあ今だから話すけど、もういい、追悼だからこれは。もうね、パコりまくり。最後半出会い中で、ワドウさんっつって、僕モテモテですっつって。あと、のんけなんだけど、その箔をつけるじゃないけど、仮想配信者がロハコさんにしゃぶられに行ってた。すごかったよ。いいんだよ。俺が、お前の肋骨になってやるよ。ヌマップ推しなんだね、この動画は。まあ、何やるかってことはちょっとリーダーの方からちょっと今日はね発表してもらいましょうか。超会議車椅子なのはね、転換持ってるからだね。なんとあの超会議で我々なんとヌマップがステージをやることになりました。はい、そうヌマップがですね、ワンステージ持つことになりました。はい、こんばんは。出たよ。これは笑ったよ。最後のアンコールソング、カンナムスタイル、聴いてください。音に気をつけてね。クオリティ高すぎるだろ。もう一つあんの、屋上のやつ。声かかってますよ、黄色い声。屋上のやつってなんだろう。ありがとうございます。お客さんね、今日ね、中央に座ってるピンクのロハコさんは先ほど言ったことになるんだけど、病気をですね、ね、その脊髄のヘルニアを押して今すぐ緊急入院しなきゃいけない状態で今ここに座ってます。はい、頸椎ヘルニアを。大丈夫ですかロハコさん。大丈夫。ロハコさん多分今体調はどう。体調どうですか。足の麻痺がひどい。マイク顔近づけて。足の麻痺がひどいです。足のマイクって。足が麻痺しても歩けない状態です。はい、じゃあ、いやちょっとね、来年もヘルニアもあったんだ。やってほしい人は拍手。あ、ブーイングがちょっと、ちょっと意外に拍手が、意外と拍手があってびっくりしましたね。舞台の場で出させてもらえるってこと自体ありがたいと思わねえのかよ、このハゲ。ハゲっていうことないっしょ。よく本気出していい。何やるか。止めて。
意外と喧嘩っ早いから。どうぞどうぞ。じゃあね、あんまり喧嘩しすぎないように。ありませんか話の中に割り込まないで。ありますおかしいおかしいならもうヌマップできないから僕話さんでるならじゃあこれもさ今だから話せるけどさこれさ台本っぽく見えるでしょ。本当に相談の電話来てたよ。和田さん、みどりさんは僕のことラジコンにしようとしてるんですかつって和田さん、最近のみどりさんはおかしいですとか言って、うんうんつって、僕はなんか沼っぽを抜けるかもしれませんつって、怒ってるなぁと思って、すげえ愚痴ってたよ、1時間ぐらい。めちゃめちゃキレてたよ。みどりさんに憤りを感じてたんだよ、この頃。正解ないで。論破最初になったから正解正解出す。ああ、そうなんだ。ラクさん、ラクさん、すり替えじゃない。正解です。ロハコさんから遺言があるよ。動画終わったら話すよ。もう本気で好きだったよ。ロハコさんの自己紹介です。みどりさん大好きだった。僕の自己紹介。みどりさんの股間が見えてすごくすごく素敵。うん。このぐらいありそう。ロハコさんがね、ずっと言ってたことが、すげえ寂しかったって。友達がいなくて、すごい孤独だったって言ってた。友達もいないし、家族もいないし、ずっと、もう10年も20年、十何年って言ったかな、ちょっと覚えてないけど、
すごく寂しかったって。でもこう放送に出てからみどりさんとかね会って、最初は見て寂しさ紛れてたけど、なんか配信者でこうみんなにさ可愛がってもらったりとか、みんながロハコロハコって言ってすごく楽しいって、だから放送やってすごく良かったって、みんなありがとうってよく言ってたよ。僕は寂しくなくなったって。うんね、竹本さんもロハコさんもね、うん、よく言ってたよ本当に。うん、みんなと出会ってすごく楽しいって、うん、それがロハコさんがよく言ってたね。遺言になるとは思わなかったけどね、うん、それはよく聞いてたよ俺本当に。みんなありがとうって、うん、まああとみどりさんもは最後しゃぶらせてあげるべきだったよね。ね、じゃあ僕ロハコさんの動画作りますんで、はい、どんな動画にしようかな。素材まあ5分ぐらいのね短めの動画にしようと思います。暗黒に絡むのはみんな友達のいない人まあネットかな、そういう場所でもあるからな、うん、でもまあね、一人の冴えない嘘つきのおっさんがスターになったんだから、うん、俺元気だよ全然。なんかね、でもね本当にねロハコさんが死んだっていう実感が全然わかねえよ、全然わかねえ。初登場の時は衝撃だったよ、うん、でもね俺今でも覚えてるんだけど、石野っていうホームレスみんな知ってる？石野康介っていうふわっちやってる配信者なんだけど、あいつと共同生活行った時のロハコさんが家に泊めてあげるって言ってたの、リスナーの頃コメントで。で石野に、いやロハコさんいい人じゃんって、おっさんだけど家泊めてもらいなよって、そしたら石野康介が言った一言、和道さんあいつ多分ゲイです。当たってたんだよ会ったことないんだよ、まだ出会ってなくてコメントの間だったんだけど、すごい俺鳥肌だったもん、ごしゃぶの時。うん、うん、本当になくなったよ。いや石野の勘はすごいよ本当に。石野は今リスナーさんの家に転がり込んでるね。谷さんっていうリスナーさんの家に転がり込んでる。いや石野すごいよ、なんか気づいたんだろうね、多分あいつゲイスって言って。そういうところの嗅覚はあいつは冴えてるからな。俺はそんなことないよって言ったんだけど、なんか感じ取ったんだろうね。根っからのゲイだったのかな、途中からだね。でもあれだよ、ほぼゲイだよ、バイセクシャルって言ってもほぼゲイ。ゲイっていうのもちょっと違うんだよ、シャブなんだよね、心臓発作だろうね多分ね、うん、心臓発作じゃないかな。いやだからびっくりしたもんね、ロハコさんにコメントで聞いたんだよ、コメント書いたから、ロハコさんってもしかして暗黒でロハコさんっつったら、そうですよとか言って、僕ですとか言って、
マジかと思って。あれはびっくりしたよ。よく暗黒ナンバー2、暗黒ナンバー2って言ってたな。まああのキャラクターは出てこないでしょう。出てこないと思うよ。逸材だよね、本当の。ぶっ飛んで面白かったかんな。まあでもね、本人が楽しんでたからいいよね。うん、本人がすげえ楽しんでたから。初絡みの動画あんのかな、残ってないかな。やっぱアーカイブは残しておくべきだよな。残ってないかな。あ、そう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 、みどりさんによく突する名キャラクターになってくんだよね、最初の頃は。ロハコさんの故郷は東京だったと思うな。こっちが出身だったと思うよ。新宿じゃなかったっけな。確かこの辺だったと思う。子供の頃から住んでて。うん、ホラがでかいっつうか大嘘つきだったんだ。大嘘つきだったから。電通とかもすごかったよ。遺産500億とか、うん、これなんだろう、これ見たことないな、これなんだ、懐かしいな。なんかでも配信者って動画が残るからなんか死んだ感じがしないよね、なんかね。なんか実感が全然わかねえわ。昔の動画残ってねえな。あの動画撮っておきたかったな。やっぱ記録は残すべきだよな。そう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 、ずっと残るからなんか実感が湧きづらいよね。
なんか不思議な感覚だね。惜しい人を亡くしたよ。数年前和道さんがロハコさんの家に行った時配信見ました。ああそうなんだ。カイツさんいっぱい残ってるよ家に行った時。いやだってもうだって暗黒放送のリスナーになる前一番最初に囲ってたの俺の放送だもん。和道リスナーだから。和道リスナーだからずっとコメント全然打ってたよ。最近までどころかもう3年ぐらいずっとコメント打ってるよ。ロムってるしずっと。だからロハコさんの話題出すとチラッとか言って顔文字でこうやって僕いるよって、うん、あいやあれはすごかったよね。ロハコの揚げ物食うのがやっとだったわ。どう写真見る？ロハコ丼ねえ懐かしいよね。 DV マン屋さんね。僕は、あの、病気なんで、サラダを食べないとワドさんダメなんですよ。食事に気をつけないとダメなんですね、つって。マカロニサラダかいっていうね。炭水化物だからね。この量食うんだよ。そりゃ死ぬわ。ああ。ロハコ丼。まあうまかったよ。あの業務用スーパーでもう揚げ物油で全部揚げんのよ。アジフライ2枚、イカリング8個ぐらいでシューマイ結構底厚い丼にこの量だよ。ロハコ丼。いやサラダはサラダだけど、まあ、野菜もちょっと入ってんだけど体に気を使うんでマカロニサラダ美味しいですねっつってこれ食ったらね、いやいや死ぬ気満々でしょ。で体に気を使ってマイルドコーヒー1リッター1本飲むんだよ。母さんこれ甘くて美味しいですよっつって糖尿病だよ。もうすごかったよ。衝撃だったよ本当に。ロハコ丼はいやー優しい。まあ優しかったよ。俺が食えないの知っててさ、生活保護でいやーもう300円で10日過ごさないとっつったらロハコさんから焼きそば送られてきて、アマゾンで天岐阜で内緒ですよ和道さんつって、この焼きそば僕大好きですつって焼きそば送ってくる。ロハコさんも貧乏なのに食事だよ。まあ体持たん、うん、米はねアマゾンで無洗米を買ってたね。うん無洗米だった。ロハコさんは美味しかったよご飯。ロハコさんいつも自炊だから、うん、そうそう。ロハコさん生活保護だったんだけど一回抜けてまた入り直したのかな。一時抜けてたよ生活保護。いやいい人だったよ、うん、あ昼から焼肉食った。まあ肉屋だからな竹本は。あとよくロハコさんから金貸してくれって電話かかってきたよ。で後半は俺に言わなくなった。金貸してくれって、あの俺が怒るから。うん一回5000円ぐらい貸した。うん思い出すね。糖尿病っていうか多分なんだけど心臓発作だね。あの心臓バイパス手術したばっかりだったし、よく心臓が悪いっていうことを言ってたから、まあ間違いないと思う。予想だよ俺の。うんとね、誰が発見したのかっていうと、一番最初にリアドしたのがなんだっけ、あのなんだっけ
名前が出てこない、ヌマップのポンちゃんが病院に行ったんだけど、まあ的外れな病院で、全く別の病院で、で噂になり始めて、ワンワンじゃなくて、なんだっけ、なんとワクワクさんか、ワクワクさんが家にリア突して、でワクワクさんが大号泣して枠を切るっていう放送があって、でなんだなんだってなって、野田総理が保証会社、不動産会社に電話して亡くなったのが発覚した。柏木も頭おかしいよな。誰が発見したかっていうと、確定をしたのは野田の放送だね。いやー、柏木底抜けのバカだからな、あいつ。本当に底抜けなの。もう金と女に狂ってたから、よくハニートラップも引っかかってたし、あとお金釣られる配信とかもよくやってた。本当にバカだったの、柏木は。いや、500億のうち3億もらえるって。俺にもよく言ってたよ。半分和道さんにあげるって。俺は泳がしてたけど、ありがとねーっつって。和道さん、僕は遺産がすごいですから。和道さん250億もらえるんですよ。よかったですねーって言って。ありがとねーって。救急車は多分自分じゃないかな。娘いたの本当なのかな、もう嘘が多すぎてわかんねえな。警察預かり、警察預かりって何、警察預かり。ロハコさんはね、タバコはあれがよく吸ってた、なんだっけな、若葉じゃなくて、なんだっけ、オレンジ色のやつ、安いタバコ、エコーだ、エコー、エコーをよく吸ってたね。自衛、元自衛隊員、元ヤクザ、なんだっけ。いや、面白かった。初めてさ、会った時、爪楊枝で人を殺す技術を自衛隊で教わったって言ってて、あと一番最初に出たパワーワードは、和田さん、僕の家庭はドメスティックだったんですねって言うと、へーって、ロハコさんドメスティックだったんだ、家の、はい、ひどかったですよ、ドメスティックすぎてって。多分ロハコさんドメスティックバイオレンスって言いたかったんだろうけど、ドメスティックって家庭内って意味なの。バイオレンスは暴力じゃん。バイオレンスが言いたかったんだろうね、多分。僕の家はドメスティックでしたって言われても、家庭内でしたって言われてもね、全然意味わかんなくて、もうリスナーさんとか大爆笑だった。いやー、電通とか、そうそうそう。で、ゴロリさんが見つけて、電通の名刺見せて、つった。パッて見たら、笑うよ。電通 .yahoo.co.jp だから。ロハコさんっつって、電通なのにヤフーメールなのっつって、電通はそうですよとか言って、ほんと面白いなと思って。あの名刺で柏木騙されたんだよ。いや、電通アットマークヤフー .co.jp はクソ笑ったよ、ほんとに。よくネタ拾って、あれはゴロリーすげえなと思ったよね。そう、ヤフーのフリーメールで電通って書いてあるの。いや、面白かったわ。いやー、すごかったよね。出てくるボロが。すごかったよ。あと何があったかな。
のんちゃんとガールズトークよくやってたよね。ね、霊感もあるって言ってたけど、そこはいじると本気で怒るやつだったから俺はいじらなかった、うん、だから心霊配信4回ぐらい行ったね。あのロハコさん、心霊の霊能力だけを疑うと本気で切れるの。あんさん僕のこと疑ってるでしょとか言ってちょっと早口になってあんさん僕霊がいないと思ってませんか、霊はいますっていう怒るんだ、うん、だからあの霊能力だけはいじらないようにしてた俺は。だってさ普段さ全然まったりしてんのにさ心霊スポット行くとこの顔だよどんだけ霊好きなんだよこんな顔するんだよ。心霊スポットはもうディズニーランドに行った乙女みたいになるからね。こんな顔の50歳見たことねえよ本当。ドライブと心霊が極端に好きなの。もう心霊に行くともうずっとこの笑顔、うん、すごかったよ。なかなか見ないでしょ。霊が大好きなのとにかく。いやだからまあまあ言ったら変だけど、友達がいなくてさずっと孤独だったって言ってたから、ほら霊能力があるって言ってじゃないと友達と繋がれなかったんだよ、うん、いやマスコットマスコット、だから唯一の心の拠り所だったんだろうね、うん、そうっすね、亡くなっちゃいましたね、うん、いや全部嘘でもいいじゃない、楽しかったんだから。ロハコさんから笑顔もらったわけだから、うん、いいんだよ。すごいナイスキャラクターだったよ、うん、だから心霊配信が大好きで、もういろんなところ行ったよ。そう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 、売りなの。そう、ええやつっていうか、まあだからほら俺普段友達いないとか言うけど、ロアコさんは友達だったな本当に。うん、死んだ後実感したね、天国かなうん、いい霊を呼び込むにはどうしたらいいですかの質問に、そうそうそう、観葉植物って毎回言ってた。観葉植物を置くといいよって。そうそう、うん、そば食べた時に一味でむせた、あーあったね、あのカッシーニか。ロハコさんとの出会いはコメント欄です。あのずーっとコメント書いてくれた和道リスなんですよ、うん、で暗黒生放送で一躍有名になって1年ぐらいしたら、えあのロハコみたいなリスナーのロハコさんって聞いたら、僕ですとか言ったから、今から会いましょう和道さん、僕は人気です、売名させてあげますうるせえわと思って、うん、それで会いに行ってから付き合いがずっと。だ出会いはコメント欄だよ、もうずっとコメント打ってたよロハコさん。冷凍コロッケとかフライとかマカロニサラダ大量に食べされる、そう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 、だからロハコ丼、そうそう、これこれ健康に気を使った食事、糖尿病だからこれですよ。すごいよ、あまあ美味しかったよ本当に。あの業務用スーパーのアジフライが2つ、イカリングが10個ぐらい、揚げ餃子20個ぐらいで、やっぱサラダ食べないと糖尿病良くなんないから、マカロニサラダ丼、確かね1キロのマカロニサラダを2人分だから、これ500グラムのマカロニだね。死ぬわこんなもん、健康な俺が吐きそうになったんだから、うん、いやーそれがもう本当に申し訳ないよ。ずっと和道さん最近かまってくんないっつって、コラボドライブ連れてけドライブ連れてけってもうすごかったよ配信外で、ごめんごめんっつって、でちょうどアポ取って来月行こうって、あの捨て頃前に一回行こうねって言って矢先だったから、びっくりしたよ本当に。
まさかだよね。うん、よく電話、よく電話してたよ。あ、壁のロハコのシミ、あれだから壁のシミは、和道さんこれ前住んでた人の霊がついてるんですよ。おかしいでしょ、ここにシミがあって。原因お前じゃっていうね。お前の頭の油じゃって。なんかここは霊の磁場が強いんですね。なんでここだけシミが、不思議でしょ、これ人の顔だと思いません、和道さん。お前だ、お前。頭の油だわ。毎回これで寝るからね。すごいよね。初見さんいらっしゃい。いや、完全に頭の油なんだけど、本人は霊だって言い張るの。おかしいですよ、こんなの。つって。ここは死んでます、人が。つって。初めて、俺が初めて緑さんは暗黒塾って言って、それこそだから弾丸塾みたいな、緑さんが若者の生主を育てるっていうやつ。あ、その前があったかな？相撲大会。暗黒の相撲か。暗黒相撲だね。そこに売名しに行ったんだよね。暗黒相撲。ゴロリさんとか、暗黒相撲が最初だね。うん。動画残ってないか。そう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 。で、そこで売名させてもらって、で、その後に、暗黒塾か。うん。死因は不摂生だね。うん。口の中見せてっていうのはね、歯磨かないからボロボロなんだよね、ロハコさん。うん。ロハコさん亡くなっちゃったよ。いや、発掘したのは緑さんだよ。間違いなく。発掘したのは緑さん。で、なんだろう。もともと、だから、その暗黒とか放送知らないで、いついたのが俺の放送だったの。で、1年間、こうコメントやってたんだけど、俺は気づかなかったの。ロハコさんの面白さ、会ったことないから。だから、みどりさんが発掘したんだよ。俺じゃない。うん。そう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 、力也さんが一日店長をやってくれたのが、あれだね。あるのかな？パワースポット。力也さんも、そうそう、大手さんが初めて、絡ませてもらったのはそれだよ。あるかな。動画は残ってないか。いや、力也さんプロだったよ、本当に。力也さんから大事なことすげえ教わったもん。ヌマップメンバーに募集じゃなくてね、野田総理の家に霊が出るっていうのが有名な動画があって、で霊能力者だっつって突っかけたんだっけ。あ、違う、みどりさん、なんだっけな、会社があったじゃん。テクサだ。テクサでバックレたやつが出たんだよ。で、ロアコさんいい人だから、テクサのバイト探すって言った時に、僕が代わりになりますって言って離脱したの。それだ、多分。要は、みどりさんのこと、暗黒のこと何にも知らない。まあ、会員登録はしてたんだけど、まあ、にわかだったのよ。1ヶ月、2ヶ月見始めた。で、何にも分かってないから、この人本当に困ってるってなって、助けなきゃってなって、そうそうそう。テクサのバイトの抜け穴を僕が埋めるって言って、ね、みどりさんがすげえってなって、すごいの見つけたってなって、もうみどりさんがちょくちょくことあるごとにロハコさんに電話するようになるの。
例えば野田通りの部屋に霊が出たって言ったら、霊能力者いないかなってなったら、僕は霊能力持ってますよって言ってリアドしたりとか、なんか俺糖尿病かも、血糖値が気になるって言ったら血糖値の注射器持ってきて小川に来たりとか、もうことあるごとにロハコさんがガンガン行くので、みどりさんが気に入って、そう使いまくるの。そう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 、ブチ切れてたよね。そうそう、責任取って代わりになりますって立候補したの。それそれで、ヌマップは後半だよ。うん、あれ何だったんだろうね。ツイッターのね、和道エグゾディアって呼ばれてたもんね。大量1万アカウントぐらいツイッターね。その後にね、なんかアルカイナみたいな、なんかなんか捨てアカにすげえフォローされた事件とかもあったね。アイワードつ、まあまあロハコさんの動画ね、3日4日かけて作るわ。5分ぐらいの動画でね作るんで、もしロハコさんのいい写真持ってる人いたら送ってください、 DM で。ヌマップに池上入るはずだった。ああ、そうだったんだ。いや、ありだと思うよ。ヌマップに池上は。まあ、もともとね、池上ニコ生受けしそうだなとか思うんで。いや、まあ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 、持ってる動画とか素材で、あとは、まあ、ロハコさんのこと近いから、動画、多分、ロハコさんのメッセージとかさ、言葉がいっぱい頭に入ってるから、写真とか。まあ、スライドショー的な感じで、凝った感じで作らないからさ。まあまあ、楽しみにしておいてください。あれです。期待はされてもあれだけど。ユイガが今、いきなり和道さんのことディスしてます。いいよ、もう。オワコンなんだから、や。まだ言ってんの？本当にさ、最近ユイガさんしつこいよね。本当にしつこい。もうさ、恥ずかしくない？もうさ、3年も4年も先輩なんだからさ、後輩いびんなよ。言いたいことあんな、トツかけてこいよ、本当に。自枠でさ、もう偉そうに。ロハコさんと光の合唱団コラボ見たかったな。あ、でもね、浅井さん警戒してたね、ロハコさんは。あ、ファミレス行くときね、懐かしいね。うん。てかね、多分ね、のんちゃんも知ってるんだけどね、ロハコさんね、みどりさんと俺ガチで惚れてたんだよ。好きだったんだよ。俺分かってたけど。うん。でも、俺にちょっかい出すと怒られるっていうの分かってたから、絶対ちょっかい出さなかった。いやー、もうゆいがさん、しつこいよ、もう。ほんとに。いつまでもさ、その、大手気取りなのやめた方がいいよ。もう、オワコンなんだから。ツイキャスで200人しか集まんないとか、もうほんと生主として終わってるからね。いつまでも古いコンテンツにさ、もうなんかでかい面されたくないんだけど、もう時代は変わったんだから勘弁してくれよ。ほんとに何なんだろうね、あのご意見番っていうかさ、なんかこう俺は配信会のこと全部わかってるみたいなさ、よくわかんないよね。そう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 、大御所だと思い込んでるんだよ。結構痛いよ、本当に。何なんだろうね、最近すげえ目の敵にされてんだよね。いや、この前40分ぐらいディスってたよ、俺のこと。でも別に俺から何もないよっつって。あ、もうしつこい。うん。オワコン。オワコンがしつこい。ね、ニコ生でやってんの？キャス？どこでやってんの？でもさ、ユイガさんが俺の名前出してディス放送とかさ、ああ、もう時代、本当に終わったんだなと思わない？本当に終わったんだなって思う。昔だったら俺の名前なんか一切出さなかったのに、和道ごときの、和道ごときをネタにするぐらいネタ切れなんだよ。それ思わない？和道ごときをネタにしないとトークもできないようなオワコンになっちゃったんだよ。
ツイキャスやってんの？うわ、閲覧215だって。うわうわうわ、ふわっちの俺に負けてるよ。閲覧215。やば。閲覧215だってよ。キャスでだよ。キャスで俺に閲覧負けてるんだよ。やば。やば。大丈夫かよ。本当のオワコンじゃん。やば。引くわ、マジで。うん。超ウケるんだけど。引退した方がいいでしょ。リアルに。いや、ツイキャスで3倍から5倍ぐらい閲覧稼げないダメなんだよ。ふわっち来たらこんなの30人とかだよ。ふわっち来たら30人、40人のレベルだよ。恥ずかしいよな、本当に。はい、こんばんは。笑うわ。いや、勘違いトークが売りだからね。だからもうそれも飽きられてる。だからもうゆいがさんなんか TJ さんとかね、他の配信者にいじられるネタの一つになっちゃったんだよ。本人がさ、ご意見番気取りでさ、捨て頃がどうとかさ、断感色がどうとか言ってるけど、それを見て笑ってるんだもん、みんなが。でしょ？もうだから、一個のネタにしかなってないの。だから、ゆいがさん、ピンの放送200人しか集まんないけど、TJ さんとかいじったら2000人とか集まるわけじゃん。まあ、恥ずかしいよね、ほんとに。引くわ、ほんと。まあでもしょうがないんだろうな。あんだけ有名だったのに今200人しか集めらんないってことはもう本当にオワコンなんだよ。うん。いや、あざ笑ってるでしょ。勘違いの人だから。フォローありがとう。まあちょっと見てて悲しくなるよな。なんかニコ生の大先輩だと思うと。昔のゆいがさんだったら気に入らねえことがあったらすぐトツかけてたんだよ。いや、和道よっつって論破してたの。昔のゆいがさん、ニコ生時代だとすぐ電話かけてね、バーって言って言いまかしてたんだよ。今それなんでやらないかっつったら、後輩にペラで負けてるから、俺に言いまくられるのが嫌なの、呪縛で。要はあそこ囲われ放送だから、ゆいがさんすげえ、ゆいがさんすげえってなってるわけじゃん。で、それをめくられるのが怖くて怖くてしょうがない。だから呪縛の中でしか言えないな、あの人は。そう。だって恥かくわけじゃん。俺全然電話出たらもうバンバン言いまくれるもん。一瞬でリスナー、あれって、和道の方が正論じゃねえってなるわけだから。だから絶対かけてこないよ。だからもう勢いがなくなった証拠なんだって。犬目の犬まあでも最近閲覧少ないよな、ふわっちも。
フワッチもちょっとまずいよな。勢いなくなってきたよね。でもまあなんか落ち着いてきて好きだけどな。なんかフワッチのリスナーさん、もともと居ついてる人温厚な人多いからやりやすいな。なんかニコ生勢が来てからおかしくなってたよね。ちょっとコメントここ半年ぐらい荒れ気味だったから、うん、よいしょ。ニコ生はちょっとね、ニコ生多分復活しないだろうな。投げ銭始まってもなんかあの区だっけ、新しいサービス始まっても全く話題になってないから、まあ、デザインちょっと変わったぐらいなんじゃないの。おすすめのね上位が入れ替わるのは全然普通のことなのよ。あのそれはよくある現象だから、半年ぐらい見たら入れ替わるっていうのはよくあること。ただね、ちょっと、なんだろう、不安定かな。なんか一回ブームが去って落ち着いてるっていう感覚かな。っていうかね、多分ね、もう露骨な集金っていうか、なんだかよくわかんないコラボが多すぎて嫌気さしてるんだと思うよ、リスナーさんも。だってさ、好きでもないコンテンツのさ、なんだろう、なんとかコラボとかさ、なんか変なゲームアプリのコラボとか言われても、はって感じじゃん。明らかにそこの会社から広告収入取ってんのと、アイテム投げさせてってなってるじゃん。ちょっと微妙だよね。だったらさ、なんだろう、この前みたいにアメリカザリガニのなんとかさん、とつまちとかさ、普通にね、配信が盛り上がることやればいいのに。ちょっとコラボに味しめちゃってる感じはするよな、ふわっちは。露骨なやっぱ集金は嫌がれるよ、リスナーさんは。ロアコさん同士は亡くなっちゃったよ。うん、ロアコさん亡くなっちゃった。だからリスナーさんからちょっと追悼動画作ろうと思ってて、もしよかったら写真とか持ってる人、動画素材とか持ってる人とか、あとこういうねこと言ってたよとか、なんかこうシェアして、で一本の動画作って、まあ追悼しようっていうことを話し合ってたね。ロアコさんが亡くなったこと知らない人も結構いるんだな。
なんで、あの死因ですか、おそらく心臓発作ですね。いやだから着てもらいたかったよこの T シャツ。まさかこんなことになると思わなかったからね。ここにロハコって書いてあるでしょ、ここにセコンドロハコって。ロハコさんにお願いしてたんだよ、鮫島ロハコって。ていうか商品の T シャツしわくちゃすぎるよな、怒られるわ。葬式は開かれてない、身寄りがなかったから。ああいっぱい来たよ問い合わせ、お葬式やるんだったら行きますって。行かなかったんじゃなくて開かれてない。多分なんだけどね、親戚のおばさんって言ってた人ケースワーカーなんだと思うよ。うん、だから葬式してやれって言うから、だから動画でやるって言ってんの。俺はほら墓に意味があるとは思ってないから、うん、みんながその忘れないことが供養でしょ、お墓に行くってそういうことじゃん。だから俺が動画作るって、みんながこうロハコさんに会いたくなったら会いに行く場所作るよって、俺なりの供養ね。ロハコさんの追悼動画作るよ。うん、だから墓を作るよ俺が。気持ちの問題でしょ。あ、いや、あの、何ワーカー、ケースワーカーって言って、あ、要は生活保護の担当官のことケースワーカーって言うんだけど、親戚のおばちゃんがおばちゃんがって言ってたけど、多分ね、ケースワーカーのことなんだよ。いや、生活保護の担当官の人のこと。仲いいっつってもそこまで突っ込まないから、俺ら。うん。そう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 、ロハコさんの写真持ってたらでいいよ、持ってたら DM でちょうだい。今も何枚か送っていただいて、そしたらあのね、いい写真だったら動画に差し込むから、みんなとの思い出。まあ大変だよ、うん、ケースワーカー。新宿だとね、一人の担当官につき200人担当するのね。だから、半年に1回ぐらいしか訪問ができないのよ。で、それ以外の業務もあるわけでしょ。一人200人、300人は大変だよ。新宿はまあ多い方だからそれくらいだけど、ロハコさんのエリアがどれくらいかわかんないけどね。だからそのお葬式の供養代っていうのが出るんだけど、国から。それってどういうことなのかって、孤独死する人が多いから業者に任せるお金の、要は担当のその死体回収の業者さんにお願いするって意味の供養費な、供養費じゃないんだよねあれは。実際のところ50人60人が限界だろうね。俺もそう思う。人が足りてないんだよね。ああそうなんだ。いやでもね、生活保護のほら番組やってるけど、当事者だけどね、あの生活保護についてはいろいろ語りたいこといっぱいあるよ。誤解を受けてるっていうか、あのそもそも税金っていうものが何なのか、でその国っていうものが何なのかっていうのを理解しないと、生活保護の意義っていうのが伝わりづらいのよ。憲法とは何なのかとかさ。で日本ってすごく恵まれてる国で、ベーシックインカムなんかいらないよ。あーそっか、ミサママと絡みがあるか。
あ、大丈夫だよ、無理に言わなくても、うん、俺三様と絡みないから、うん、そっかそっか。不正受給が全国全員当たり前みたいな思い込みの人いるいるいる。で、不正受給が何なのかも分かんないで不正受給のことを言ってる人が多くて、一般的な生活保護を受けてない人の犯罪率と不正受給の犯罪率ってほとんどないの、不正受給って。だからニュースになってるわけじゃん。あれね、マスコミのね、印象操作が良くないんだよ。そのケースワーカー歴11年、要はその生活保護担当の役所の職員を11年やってた人とタッグ組んでその番組作ってんだけど、不正受給なんかほぼないっていう。だからニュースになるんだよっていう。で、みんなさ、その生活保護の人が収入を取ったら不正受給だって勘違いしてるでしょ。矛盾してるんだよ、生活保護叩きやってる人って。生活保護の人に働けっていうので、働くっていうのは収入を得ることなので、収入を得たら不正受給だっていうの、違うよっていう。お前どっちかポジション決めろよって話だ。劇団生活保護の役者がすごいからね、悪い意味で。なんだろう劇団生活保護って。だから生活保護の実態っていうか、そもそも生活保護が何なのかっていうことを分かってない。で、生活保護叩いてるやつがベーシックインカム、ベーシックインカムとか言ってるでしょ。生活保護ってベーシックインカムって意味だからって。日本はベーシックインカムあるからっていう。もうそもそも間違えてんの。あのね、生活保護を受けてる人は収入得ていいの。だって国の負担が減るんだから。例えば生活保護で13万円もらってて、6万円の収入があったら6万円税金返すんだもん。働いた方がいいに決まってるじゃん。ただ、不正受給っていうのは13万円もらってて、6万円の収入を懐に入れた場合不正受給の。これって19万の生活になるから。だから分かってないんだよ。おい、マネージャーさんいらっしゃい。10番さんいらっしゃい。ああ、はいはいはい。あ、まあ NHK とかも。あ、アイテムありがとう。NHK とかもさ、ホームレスの知り合いいっぱいいるんだよ、俺ホームレスだったから、うん、ホームレス楽しんでるの最高だよこの生活って言ってんだけど、絶対使われないもんテレビで。もっと苦しい人紹介してくださいって言うんだよ。何人も当たるの。だってホームレス十何年とかの人いっぱいいるけど、なんでやってんのかってさ、楽しんでるから。だからもう、要は早くこの生活抜けたい、不景気で困ります、死んじゃうかもっていうインタビューを探すの。そんな人ホームレスやんないから、みんな生活保護受けるから。プロレスだよな。高齢者の運転事故は減ってる、少年犯罪も減ってる、マスコミの印象で逆になってる。そう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 、すごいよ、ホームレス楽しんでる人いるよ。もちろんホームレスなりたくなくて なってる人もいるんだけど、めちゃめちゃ快適だよ。だってみんよく放送で取材してたけど、知り合いのところ、全然みんなが思ってるような世界じゃないよ。任天堂 DS ずっとやってるよ。和道くんっつって、見ろよっつって、ドラゴンクエスト6、全員レベル99。職業全部クリア。わー、Sターク楽だよとか言ってるよ。うん、タバコとかどうしてんのっつって、くれんだよっつって、パチンコ屋の店長がよっつって。あ、忘れ物でいっぱい毎日出るだろうって、1ヶ月に1回行くとこんだけもらえるんだよっつってさ、ガラッて箱開けるとプラスチックの。タバコガンガンに積んでるよ。ストックがすごいよ。ワド君メンソールだよなとか言ってくれるよ。うん。西成で生活保護者をインタビューするっていうやつで、なぜかパチンコから出てきて受給者が1000円あげようかって言ったりするの。え？どういうこと？あ、そうだ、インタビューする。パチンコ屋から出てきて受給者が1000円あげようか。あ、っていうか、あれだよ。生活保護がパチンコやっちゃいけないなんていう法律ないよ。これも誤解なのよ。生活保護者パチンコやって OK なんだよ。OK なの。これは怒る人がいるんだけど、冷静に考えないとダメなの。なんつうんだろう。感情論でみんな語りすぎなんだよ。全然 OK なんだよ。そんなことよりもね、生活保護よりもおかしい法律たくさんあんだよ。俺はそんなことよりも年金の問題切り込んだ方がいいと思うよ。うん、
この前も話したんだけど、あの生活保護に生活でかかってるお金って2兆円なの。たったの2兆円なの。タバコの話はすごいリアリティあるって、なんだろう。年金って11兆円かかってんだよ。なんでみんな怒んないの？そう思わない？生活保護に2兆円かかってて、年金に11兆円使ってんだよ。5倍も使ってんだよ。うん。頭おかしいでしょ。うん。ああ、まあまあ、わざと取ってんだろうね。印象操作だろうね。まあ、そんなのにね、引っかかったらダメだよ。あと、働けない人がもらうっていう制度も間違い。それはマスコミの間違い。働けない人がじゃないから、生活保護っていうのは。あ、パチ屋の忘れ物ね。はいはいはい。あと、あれでケンタッキーとか食ってるよ。うん、で、何、普段何食ってんのって言ったら、あ、ケンタッキーとかって言うのよ。え？ってなるじゃん。お金は？って言ったら、いや、ただでくれんだよ。で、え？って言ったの。え、毎日ケンタッキーとかめっちゃ羨ましいんだけどって言ったら怒られて、バカ野郎って、お前あんな脂っこいもん毎日食ったら胃がもたれるわって言ってたよ。正解だよね。確かにって思っちゃったもん。あれは月1だよケンタッキーはとか言って、うん、そうそう、収入が最低生活、まあ生活保護だから、収入が下回ってるか上回ってるかだけの基準。うん。ああ、もうクソだね。うん。まあ、少年犯罪がね、減ってるっていうのは、少年犯罪データベース作った、あの、なんだっけ、カンガエルローさんのサイトだっけ、あれが有名だよね。少年犯罪データベース。また減らされるんだ。だったら年金減らせよ。うん。そんなさ、なんでさ、年金でさ、積み立ててるとかさ、徴収してるのが足りなくなった分をさ、税金払ってるところから負担してんだよな。頭おかしいだろ、ほんとに。うん。通帳にお金が、あのね、基本的に財産持ってない人だね。うん。だから通帳に10万円以下っていうよりも、その10万円も本当はないとダメなんだよ。まあまあ、基準いくらだったっけな、10万以下かどうか忘れちゃったけど、というか資産を持ってない人がもらえるものね。生活保護を減らすより労働者、その通り、その通り、その通り、本当に大正解。クシャトリアさん正解。あの、賃金上げたら生活保護者減るよ。だからね、これはね、国民がね、ボイコットしてる状態なんだよ。クソみてえな労働環境で、要は正社員とかもなくなって、ね、パソナとかが利権作って、竹中平蔵改革の時に、あそこから全部おかしくなってんだから。要は国民がね、そうボイコットやってる状態なんだよ。いや、馬鹿にされてんだよ。だってさ、みんな考えてごらんよ。人手不足だ、人手不足だって言ってるの全部奴隷業だからね。まともなさ、お医者さんとかで職業が足りないとかさ、手に職持ってる高級な給料エンジニアさんとかで人手不足なんか俺聞いたことないよ。クソみてえな賃金でブラック企業、ブラック労働ばっかりが人手不足っつってんの。そう。だってあれだよ、海外の人とかって、外国人とかの2チャンネルみたいなところで、日本で最低時給1000円なんだぜって爆笑してるレベルなんだよ。日本で絶対働きたくないわって笑われてるレベルなんだよ。奴隷国家じゃんって。うん。だって、あ、底辺のアルバイトの人とかがさ、16万ぐらいでしょ？時給1000円で。普通の定時で働いて。で、税金取られて14万とかだよ。生活保護だったら働かなくて13万なんだもん。そんな働いてる方がバカ見る社会の方がおかしいだろ。どう考えても。俺、東京都内だったら1500円ぐらい払うべきだと思うよ、本当に。
そんな子供も産めねえ、育てらんないさ、何が結婚しろだよな。ほんとね、年寄りにね、年金とかばらまいてる暇があるんだったらね、もうこの国滅ぶぞ、マジで。若者がバカらしいだろ、ほんと。そう。闇だよ、ほんとに。で、男女平等とか言ってるけど、雇用を倍にして、給料半分にしてるだけだからね、騙されたらダメだよ、ほんとに。うん。いや、ほんとに、ほんとに。で、今度は残業で、ね、過労死？過労死ってあれ世界語なんだよ。仕事をして死ぬのって日本人だけなんだよ。うん。そう。残業代出さない。そうそうそう。可決されたんだよ。これからされるよ。残業って言葉なくそうって言ってんだよ。バカだろ、本当に。もう本当に、全部裏目裏目じゃん。だってさ、もともと消費税なんかなかったんだから。消費税ってあれ末端底辺から金取るってことだからね。どんだけ若者いじめたら気が済むんだよな。もうバカらしいよ。で、何？税金上げて吸い上げた金を年寄りにばらまく？ 11 兆円？ふざけんじゃねえよ、バカ野郎。本当に。それで弱いさ、2兆円しかかかってない、ね、生活ができない人たちに対して叩いて、金持ってるジジイババアとかに10兆円笑わせんなよ、本当に。そんなバカじゃねえよ。ほんとね、いい加減暴動起きるよ。そう。いやいやいや、もうほんとにやばいよ。ほんとにやばいよ。みんな残業代もらってないから、もう、要はそれをルールで合法化してるだけだから。いやーもうやばいよね、ほんとに。いやーなんかね、どうなんだろうね。でもそれがと、それで年寄りがそれでいいって言ってるのが俺は許せない。うん。で、そのお金もらって癒着してる年寄りたちが、最近の若者はやる気がないっつってんだよ。俺らの若い頃はって。お前らが若い頃年金いくらだったよ。本当に狂ってるぞ。っていうかね、マジでね、年寄りね、今の若者の労働環境でお前働くって言ってやりたい。だったら働けよっていう。全然分かってないの。年寄りが。で、年寄りが票持ってるでしょ。だからリアリティがないんだよ。いい国だねって当たり前だろ、お前ら国から保護されてんだから。若者が保護してんだから。いや、働くのがアホらしいっていうのがもう定着化してる国は終わるよ。いや、終わってるっていう感じよ、俺は。考え直さないとっていうか、もうマジでやばいよ。俺はもう、年寄りが死んで一回そのぐるっと回さないともう無理だと思ってる、構造的に。とんでもない仕事量やってるよ。いやー本当にすごい時代が来たもんだよな。どうすればいいと思う？いや、年寄りが20年待つしかないっていうのが俺の感覚。もうこれはもう利権になって政治家がもう票取れなくなるわけじゃん。本当のこと言うと。だからもうばらまいてる状態だから無理だよ。もう、政治家は票取るのが仕事だから。国を豊かにするのが仕事じゃないから。だからもう無理。20年耐えるしかない若者は。そういうこと、そういうこと。団塊の世代の20代と今の20代は環境が全然違う。もうね、要は国とか政府の考え方を変えようというよりも個人の生き方変えるしかない。だから俺がいつも言ってワークアーズライフだよね。要はもう働くっていう概念を捨てようっていう。給料が低くても幸せになる方法を考えようっていう。
クールジャパンさえなくなる。うん、韓国もね作画のレベル上がってるし、ワンピースもあれフィリピンだっけ、どこだっけ、あの日本で作ってないかんね。だいたい優秀な人にさ給料、高い給料払わなくなったら終わりだよ。だってね、日本のエンジニアが中国にどれだけ持ってかれてるよ。だって向こうだったら年収1000万とか余裕で払うんだもん。2000万3000万も余裕でしょ。それは能力高い人逃げるでしょ。だいたいさ、そのマージンも取っちゃいけないんだよ。法律で決まってるんだよ。ルールも守ってないわけじゃん。代理店方式も守られてないじゃん、二段階の。てかもうそもそももう終わりよ、終わり。もう働いたら負けで共感されてる時点でダメなんだから。どうすればいいかっていうと、まあお金稼いでる人もいるから、むしろ能力高い人は稼げるようになってるから、今の時代その人たちは気づきづらいのよ。だからその人たちは政治に参入すべきじゃないと思ってて、だから現状幸せなんだから、能力高くてガンガン稼いでるわけだから。そういう人じゃなくて 95% ぐらいの 90% ぐらいの、いや超格差社会に取り残された年収 2,300 万以下の人たちのことを考えないとダメだと思うね。でその人たちは価値の転換をしないとダメだと思う。周回遅れなんてもんじゃないよ本当。だから俺ね、本当ね、時代劇とか見てるみたいな、なんか昔貴族が搾取をしてましたみたいなさ話あるじゃん。今の日本それだと思うよ。なんか悪代官がのさぼってますとか、そういうもうさ江戸時代のなんか時代劇見てるみたいなさ。だからね、そもそもがなんだけど、なんかあの世界のね、こんな島国で人口少なくて土地もなくいいね、日本人が世界1位とか2位とか3位で居続けようっていう考え方が間違ってんだよ。もうだから資本主義っていうか、もう背金主義だから、もうその考え方を捨てない限り無理だよ。20位ぐらいでいいんだよ、20位ぐらいで。日本の現代奴隷問題は奴隷本人に奴隷ですよって教えないところ、本当にそれ。いやでも昔からそうだよ、奴隷には奴隷って教えないんだよ。うん、だから奴隷じゃなくなるもん。だからそれをじゃあ今度は外国人に、日本人が言うこと聞かねえからって賢いから外国人にしようって話でしょ。もう国としてのアイデンティティボロボロだよ。愛国心なんかないんだから、日本人だっていう自覚も誇りもないんだから。悲しいよな本当に。自分の国が好きだって言えないっていうのはかなり悲しいことだよ。こんなにいい国なのに。ネガティブすぎるんだよなちょっとな。俺は日本大好きだよ本当に。だからユダヤのタムルードだっけな、経典に書いてあるんだよ、年寄りが運びって若者をいじめてる、いや子供をさせてられない国は滅ぶって書いてあるの道徳の問題でしょ。要はね、宗教がなくなるとこうなるんだよ。日本人は宗教をバカにすんじゃん、もともと信心深いさ宗教国家だったのに。世界で唯一もう倫理と宗教と社会システムが整ってるっていう素晴らしい国だったのに、宗教観奪われた瞬間もう骨抜きにされたんだよ。運びるっていう言葉知らない？外国人労働者が来る、言語の問題、仕事しなくなる、生活保護、外国人が大量に日本に来る、日本終了。運びるよ、
箱ビルだよ。なんか変。あ、はびこるか。すいません。はびこるか。すいません。今やっとわかった。あ、何言ってんのって。はびこるっつったのか。今わかった。すまんすまんすまん。今やっと追いついた。俺はほら言語を超えていくから新しい言語を生み出してしまった、先走ってしまった、ようやく追いついたわ、間違えたのね、すまんすまん。国民総投げ銭システムにするしかないな。っていうかあのね、こじきこじきって言われてるけど、本来の資本主義を追求したら全部投げ銭なんだよ。マキラ頭いいから分かってるでしょ。要はサービスを利用するっていうのは投げ銭なの。なんでかというとサービスの中に利益が含まれてるから。だけどもう要はそのなんつうんだろう、全部ほら大企業にやられていくわけでしょ。中間マージンをどんどん省いていくっていうのが資本主義のこう追求してった形だから。だから投げ銭する場所がなくなっていく。いや大企業に利益を取られていく。まあこれはしょうがないことだから。どんなビジネスもそうだから。だから店が選べなくなった。だから個人に投げるっていう。だってさ、CD を買うとかさ、ポスターを買うとかさ、アーティストを応援するっていうのはさ、結局購入するってことじゃん。その人の活動を支援することなんだから。俺だから漫画を買うっていうのも支援だと思ってるもん。うん。語るよ。語るよ。外国人メイドを雇ってママさんたちは働きましょうって言うけど、外国人労働者が日本で行きつけるだけの収入をママさん仕事を任せて給料で賄えって話。そうだよ。そうだよ。だから結局外国にお金ばらまくのと一緒だよ。だってさ、いつも言うんだけど、簡単な仕組みなの。あの、民間企業が A 社、B 社、C 社って3社あって競わせる。で、会社を作るっていうのは利潤同期だから利益を追求するから戦わせていいのよ。ただ国がこれやったらダメなの、絶対。国っていうのは循環させるのと回すのと、高所得者から低所得者にお金を循環させるのが仕事なの。要は民間にはそれをやらせて救済システムが国なわけじゃん。なのに今国がそれを主導でやってんだよ。それって国民同士で殺し合いしろって言ってんのと一緒だからね。狂ってるよマジで。だから政治家とか官僚とかが要は民間的な考え方してるからおかしいんだよ。だからさ、簡単に言うと、男の人が一人で働いて家族4人いますと、旦那さん奥さん子供2人で、1人が40万稼ぐと、労働力1に対して40じゃん。で家族を回すと、これが昔の日本だったの。 OK じゃん。だけど今ってどうなったかっていうと、国力が下がったと。そしたらじゃあ奥さんも働かせようって、で2人の給料20万でいいやって、労働力倍にして給料半分にしてるわけよ。4倍働かされてんの。そんなのさ、じゃあ家事誰やるの。家族の絆ボロボロになって、倫理観も宗教観もなくなって、心がボロボロでメンヘラ女の子大量発生で、ルールがなくなって、で家族の絆もバラバラになって、不倫浮気とかが蔓延してね、4倍働かされてんの。幸せになれるわけねえだろ。バカだろ、本当に。で、無駄な仕事、無駄な仕事、仕事とも言えない。わけのわかんない。今の時代さ、住民票なんかさ、コンビニでピッて、家でパソコンでプリントアウトすればいいのにさ、無駄に、何？住民票取るのに？平日？朝8時から5時までです。どうやって取りに行くんだよ。もうほんとふざけてるでしょ。でそこに仕事与えて、意味がわかんねえよほんと。いや経済戦争だよ、ほんとに戦争に巻き込まれてんだよ。だから3万人も死ぬんだよ、年間3万人自殺してるんだよ、戦争中だから。いやだから国、政治家はそういう考え方しちゃいけない。だから国とは何か、税金とは何かとか、憲法とは何かっていうのを日本人が考えなくなった。これが GHQ の戦略だったんだけど、日本人が本当に骨抜きにされちゃったんだよ。昔は嫁による内助の行為に対して会社が価値、そう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 、給料与えてた。今の経営者逆。だからね、松下幸之助っていうのがいかに頭良かったか。
従業員の10倍までしか給料もらっちゃダメだって言ったの。これの凄さわかる？松下幸之助の。末端の従業員の10倍の給料しか経営者はもらわないようにすべきだって言ったの。要はこれどういうことかっていうと、年収1億円欲しかったら末端の給料、従業員を1000万稼がせるようにしないとダメなんだっていう本質をついてるんだよ。松下幸之助は経営者でありながら政治家としても優秀なんだよ。国っていうことを考えてる目線があるからこういうことが言えるの。今末端労働者が年収200万以下でアルバイトがでバン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 儲かるんだよ。おかしいでしょ。あ、見たよ、ツイキャスの JK 自殺。あ、まあそれはちょっと別物。でもね、俺は言いたいの、あのね、右翼の人が言う、ウォーギルとインフォメーションプログラムっていうのが日本をダメにしたんだって言うけど、俺は違うと思ってんの。70年間も憲法も変えない、法律も変えないであぐらかいてきたのは日本人が骨抜きになってクソみたいになったからなんだよ。もっと昔は良かったんだよ、頭が。庶民が飼いならされちゃったの。70年間も憲法を放置したのは日本人なんだよ。俺はだからね、草の根ちゃんとやんないとダメだよ。俺は2位とかもしんないけど、うん、騙されたらダメだよ、ほんと。そう思いません？皆さん、うん、難しいから分かんないじゃなくてね、いくらでも質問してほしい。俺みたいな中卒のバカでも分かるぐらいなんだから、みんなに分かるよ。私主婦だから分かんないって、いや、あのすごく生活に結びついてることだから。いや、よく言われる、出馬しないってよく言われる。うん、いや本当に俺は、俺は政治家になりたいわけでもないし何でもないけど、本当に考えよ、質問して、分かんなかったら何でも話すから。俺敵じゃないよ、俺は敵じゃないよ。騙されるなって本書いてください、買って。じゃあ、でも俺はそれで言論活動やってるわけだから。憲法改正なんかもう5年に1回普通にやるよこれが宗教みたいだって思うこと自体おかしいことなんだよ。よく言われんの、これワド宗教みたいだよって。俺は何にも変なこと言ってないの。日本の法律をこうなってる、ここに問題点があるって言ってるだけなんだよ。憲法の何を変えればいいじゃないの。憲法自体何なのか知らないでしょ憲法とは何なのかっていうことを知らないのよ。まずね、憲法とは何ですかって言った時にみんな三大義務を答えるの。これがまず間違いなの。憲法っていうのは誰が守るのかって、憲法何条だっけな、日本、ちょっと待ってね、日本国憲法の何条だったっけな、85条だった、ちょっと待って、何条か調べるわ、ちょっと待ってね、日本国憲法、ちょっと待ってね、みんなに教えてあげるよ。日本国憲法を、だからね、もうね、パッと出てこない時点で悔しいわ。85条だったっけな、85条じゃない、何条だっけ、70条、何条だったっけ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、何条、99条、日本国憲法第99条、天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負う、国民が守るものじゃない。99条、ありがとう。そう、つまり国民が守る義務条項をまず教えてる時点でクソなんだよ、この国は。憲法っていうのは国の運営側が守るものなんだっていうことを理解してないのよ。それ憲法自体に書いてあるんだよ。憲法に、憲法を守る人は国側ですよって書いてあるのに義務条項を教えんだよ、テストの時に。クソだろ、クソだろ。国民は守らないといけないっていう特例の3で、その、3条項あるでしょ？義務条項って言われてるもの。それも本来は権利だったんだよ、俺らが思ってる。勤労の権利だったの。
納税の権利だと。そうそうそう、ナオドン本当だよね。なんかロハコさんリップ内容変わってきたからタイトル変えていい？タイトル変えていいっすか？ちょっとロハコさんに申し訳ないからさ、ワドさん僕の話と関係ないですって。ツッコミが聞こえてきたの。ちょっと変えようか。うん、ワドさんちょっと僕バカなんで、あの難しい話。